やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラジオ銀浜です。はい、現在1月5日木曜午後1時22分ですね。はい、ちょっとこの後3時から予定あるんで、ここまででストップします。とある価格のレールガン T11 話見終えました。熱いコンビが誕生しましたね。はい、ここから12話ですね。 D アニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。さあ、なんかね、黒子も不思議とあの方に信頼されるのは、悪い気はしませんでしたわみたいなこと言ってたからね。超すごいパンチね。ネーミングセンスがなかなか。これ映ってる、これ映ってね。 OK。 へって言ってたね。美咲のことだね。おお、無傷か、これ無傷ではないやろな。おお、エクセリアのこと？リミッター解除コード。エクステリアのリミッター解除コード。ただそれが解除されたら、まあ、当然、どうなんの？まあさらにやばいことになるね。当然。どうなんやろう。なんだこんなことになったの、ほんまに。まあ木原が生きてるからあかんやろうけど。あ、ドリー映ってたな、ここに。
違うっぽいな。あ、エコーロケーション、はあ、そこで、ほう、なるほど、巫女をもっと操るためにってことか。うん？閉じ込めた？ガス？なんだこんな余裕やねんこのじいさん。おお、なんこれ。まったくやな、これ。確かに、確かにね。死ぬ？おい、こいつ。一つ疑問だけど、なんでこんなやつが野放しになってんのこれ。お、
あれ あ、興奮してしもたから。いや、もっと覚えといて。グラビトンパネル？何それ。まあちょっと今回分かったことは、見事はこのままいくと死んでもらうってことだね、とりあえず。あ、何貼ってんの、黒子。あ、はい。そうか、やっぱ足止めは一瞬だけだったな、あれ。聞かへんのちゃうこれ。うわ、やっぱり。うわ、肩を。何しとくれとんねん、ほんまに。嫁入り前の大事な体にの。何今塗ったやつ、ほんで。あ、直接見とったってことや。すごい分析力や。これ何貼ってんのこれ、ほんで。
あれ戻ってきたん？全くや。なんかあんのかな。うまくいかへんやろな。ああ、無敵やんこれ。ほんで触法美咲足遅ほんで。おお、何やこれ。お、何これ何これ。
おい、もうなんやねこの展開。システム神ならぬ身にて天上の石に立つもの。もう勘弁してくれや。もう、このレールガン3機はあれですか、イライラ人間製造マシンですか。むちゃくちゃイライラさせられるな、ほんまに。もうあのジジイ、すいません。まああれやね、今回はとりあえず分かったことっていうのは、美琴はこのままいくと 53% ぐらいまでいくと、なんて言ったっけ、ちょ忘れたけど、まあ 100% までいくと、まあ単純に死んでまうっていうことやね。その個体が滅びるって言ったか。で、学園都市も多分吹っ飛ぶだろうと、いうことやね。で、まあまあ、美咲はね、いろいろとこう、策を張り巡ったけども、あんなもん、チートすぎるやろ。勝利、今のところ、こんだけね、相手が無敵すぎると思んない。ほんまに。うん。だからこそ、この後、絶対おもろになるんでしょうけどね、ここまで敵が強すぎるとね、思んない、マジで。もうなんやねん木原源泉は、腹立つわ。で、まあ一方神崎みとりの弱点はね、なんとなくこうついたのかな。コウモリと一緒って言ったっけ。コウモリって確か超音波でなんかいろんなものを確か捉えてるんやったな。だからそのカメラ部分と、その多分超音波部分をまあ阻害した感じやね、黒子は。あ、何貼ってたの、なんか黒いなんかペタって貼りながらどっかなんか言ってたけど、何あれ、ナビの地点登録みたいなもんかな。ちょっとようわからへんかったけど。で、まあウイハルちゅうかサテンさんがね、なかなかな活躍をしたね、見つけてくれたしね。で、まあまあ黒子はちょっとまあ右肩にダメージを負って、嫁入り前の体になんてことをって、何塗ってたのね、ちょっと何塗ってたのかようわからへんかったけど、結構効く塗り薬なんかな。で、まあ上条とソギータに関してはまあちょっとだから触れたら元に戻ったことが分かったと。で、ソギータは一発ぶっ飛ばされて、なんかいろいろ変化してきたなって、頭から血流してね、ちょっと本気出さなまずいぞいうところで、あの二人のシーンは終わったか。で、今回はとにかく美咲はね、美咲の奮闘がまあ光ったけども、ついにその解、リミッター解除コードというのをまあゲットされた。あいつメカか、あのじいさんはメカやったらね、全身が。まあちょっとほんまにとある科学のレールガンファンの皆さんにはすいませんけども、おもんない、今回はおもんなかった。あ、その木原源生がね、その美咲の奮闘はめちゃめちゃおもろかったし、その黒子の奮闘もおもろかったけど、木原源生があんだけちいといたらおもんない、なんやねんマルチすぎるで。
なんかあの壁ピューンって抜くやつ、なんか誰か使ってなかったっけ？気のせいかな。まあでも、まあこっからのなんか逆転劇がまあ超おもろいでしょうからね。もうそこに期待していきたいと思います。はい、ちょっと3時から、また1時間10分後にちょっと京阪宇治駅にね、大阪からの UFO ファンが来るんで、ちょっと迎えに行かないといかんので、こっからアップロード作業とね、感想あらすじ作業あるんでね、続きは今日の深夜かなになると思います。はい、ちょっともう今ね、やっぱり前話アップし始めてからは結構進行が遅くなってますけども、多分これでも普通には早いんかな ちょっとわかんないですけどね。はい、続きは少しお待ちください。はい、ということで、とある科学のレールガン T12 話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり大道芸人であり、メインは子供向けのパフォーマンスをやっております。で、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年10、もう2年11ヶ月ほど、仕事がまともにないです。貯金でなんとかやってます。だいぶ減ってきてます。そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1015日ですね。おととし推定2000本以上の動画が消えてます。8月18から3年前の4月頭ぐらいまでの約1年5ヶ月分ですね、ぶっ飛んだんですけども、それを乗り越えてやってますが、13年以上使ってるパフォーマーとしてのこのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年9月14日に分けましたんで、新たなるパフォーマーのチャンネル、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、こっちでもなんとかね、1000人目指してますけども、なかなか苦戦してますんで、ぜひとも応援しててください。毎日19時に動画投稿してます。そして、URL は説明文にあります。で、過去のアニメリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジ大予言に浜社、最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。